どういう感じなんですか今。あ、山田さん、はいはい、でも普通に仲いいよね。たまになんかご飯食べたりとか。よかった、うん、まあどういう方で誰仲良くしててよかったっす、うん、よかったよかった、ね、だって俺誰が、ね、変わらず付き合った時いたの、うん、そう実はね海外でね、その時言われて俺びっくりしたの。そう、まあ、そうなるだろうなっていう雰囲気があったんだけど、うん、やっぱちょっと今でも覚えてるわ。あ、マジで、うん、忘れられないね。教えて絶対ないでしょ。絶対野さんに教えない。そうそれで、うん、2人が別れるってなって、やっぱみんな仲間内がこうすごいあーってやっぱ動揺してね。そう近いからさ、そうみんなで気遣うことなんて思ったんですけど、うん、そうでも我々仲いいからね、みんなも気遣うことなく本当になんかこう彼氏彼女を、うん、要はアップデートした感じだよな。あそうだね、もう本当に家族みたいな感じ。おありがたい。別にお互い嫌いになったら別れたわけでもないしね、うん。